選手たちが伸び伸びしたプレーができるような最高の青空に恵まれました。サポーターの応援に応え優勝したいジュビロ磐田、ピッチに出てきました。ホームのキックオフのホイッスルが鳴りました。前半45分始まりました。パスをつないでいきます。速いパス回し、細かくつなぎます。ゴローが欲しい、当たりが弱い。さあスローインです。クリア、フィニッシュの形まで持っていけない。短いボール、ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、そしてホイッスルがありました。ここでファールは厳しい。柏レイソルフリーキックです。得意の位置だ。さあ柏レイソルチャンスです。面白いコースだ。ゴールラインを割りました。さあゴールキックです。小さく出した、パスをつないでいきます。イエローが出されましたか。ジュビロ磐田、これは大ヘッドで流す、狙った、ドリブル突破、執念を見せます。さあスローインです。ゴール前、大きく上げた、細かくつなぎます。クリア、守備には定評があります。大きくクリア、ナイスディフェンス。短いボール、後ろに戻します。ゆっくりとパスを回します。シュート、ゴールラインを割りました。ゴールキックです。ヘッドで流す、細かくつないで、おっとファール、柏レイソルフリーキックです。今度は長いボール、クリア、ここは回り込んでいます。そしてパスをつないでいきます。速いパス回し、一旦下げます。細かくつなぎます。短いボール、ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、ここで前半終了。両チーム同点のまま前半終了です。
後半45分始まりました。こうなると集中力が重要になってきます。ジュビロ磐田スルーシュートゴールゴールドンピシャです。さすがの一言です。これはパワフルでした。サポーターも盛り上がってきました。リプレイが出ました。では見てみましょう。積極的なディフェンス。さあスローインです。ジュビロ磐田選手交代があるようです。川口アップしています。誰と変わるんでしょうか。ジュビロ磐田選手交代し流れが変わりますかどうか。5分経過。パスをつないでいきます。さあスローインです。ボローが欲しい。強引に行った。長いボール。速いパス回し。後ろに戻して。細かくつなぎます。ドリブル。守りが甘い。当たりが弱い。シュートだ。ゴールラインを割りました。ゴールキック。20分経過。柏レイソルヘッドで流す。ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、そしてこれはチャンスです。パスをつないでいきます。狙った。ゴールラインを割りました。ゴールキックヘッドで流す。後ろへ。高さがあります。ボローが欲しい。おーっとシュート。ゴールラインを割りました。ゴールキックです。おっと逆襲です。速いパス回し。細かくつなぎます。短いボール。ゆっくりとパスを回します。長いボール。残り5分。そろそろ危険な時間帯。ジュビロ磐田最後まで投げてはいけません。もう止められません。強引に行った。ふわりと浮かせる執念を見せます。シュート。ゴールラインを割りました。ゴールキックです。パスカット。今レフリーのホイッスル。ジュビロ磐田あと一歩及びませんでした。とても感動的な試合内容でした。思わずグッとくるものを感じます。皆さんはどう思われましたでしょうか。そろそろお別れの時間です。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私、真鍋優でお送りいたしました。